私アイドル宣言。実はね、一番雨降ってた時間にうちら来てたよね。そうね。降水量みたいな。
に大丈夫かよ。高梨雨女なので、あ、そうなんですか。皆さん申し訳ございませんでした。この人ね、昨日逆さまのてるてる坊主を作ったんですよ。そうなんですよ。なんかてるてる坊主って晴れにするためにするわけじゃないのに、なんで逆さまにしちゃったの。なんか逆さまにしたら晴れるってなんか感じがしてて、あのね、今日の雨は全部この人が昨日作ったてるてる坊主のせいなんで、はい、決めるならこの人は、はい、あの会場の皆様世界の皆様大変申し訳ございませんでした。今日ね、いつも3人でやってるんですよ、私たち。はい。で、1人今日お休みで、今日お休みの犬丸うゆちゃんっていう赤色担当の子が作った曲を、はい、今からやるんですけど、はい。ね、はい。皆さん、聞いてください。それ言うの早すぎて。ちょっと早すぎて。もうちょっと話そう。今日ね、私たちポニーテールなんですよ。あ、そうなんです。はい。さあ、理由はなぜでしょう。1番、可愛いから。2番、雨で湿気が多いから。3番、なんとなく。はい、1番だと思う人。はーい。はい、2番だと思う人。あ、いっぱい。3番だと思う人。はい、正解は2番です。湿気がすごいからね。湿気がすごい日はポニーテールなんですよ。なんだかちょっとバッサバサになっちゃうからね。はい、もうね。真っ直ぐになっちゃうし。そうそうそう。うん、いろいろね、髪事情をお話ししたところで、次の曲行きましょうか。はい。それでは聴いてください。青空を僕
X、旧ツイッター、ご確認ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、分販特典会が10分後にありますので、気になるよって方はぜひ来てください。お願いします。お願いします。あれね、X の発音いいね。X。ありがとうございます。びっくりしちゃった。はい、そんな感じ。